皆さんこんにちは、まことです。今日はですね、あのアラめくり、ご紹介したい。まあ完全に僕の好みで選んだ、まあ、まだまだあるんですけど、銀座店結構実はアラめくりあります。でここら辺は僕が好きで撮ってきたモデルです。で僕がメガネ好きになったのがもうきっかけアラめくりなんですね。もっとこれとは違う、もっと綺麗なチェックのアラめくりだったんですけど、大学生、高校生の頃かけたんですけど全然かけこなせなくて、もうずっとお蔵入り、家でしかかけられなかったっていうね、苦い思い出があるんですけど、今は結構これもどっちかっていうと派手そうなんですけど、顔にかけると地味派手地味派手地味かなり綺麗な生地ですね。緑のフレームって一番少ないんでね、赤のフレームとか多いけど、でやっぱみくりらしい、ガラスで、こちらも僕大好きなんですけど、格子柄、これは結構派手ですね。で上が一直線で下がこう入ってると、この形好きです。でこれもなかなかです。でどれもやっぱりみくりなんで、ちょっとカーブがあるんで、球面レンズじゃないと、非球面レンズだとこうガッと広がっちゃって、できなくはないけど、やっぱり球面です。でこちらは、まあほんと普通にエンボス加工がここ施されていて、一見普通なんですけど、まあ、ちょっとだけ変えたい人は、一番みくりの中では、まあ、おとなしいかな。これはなかなか形として好きですね。ここだけみくりの綺麗な生地が入ってます。で、ティアドロップ系かな、ツーブリッジのティアドロップな、案外ティアじゃないです、ね、ティアじゃないこれ、ちょっとスクエアな感じですね。あ、そう、自分のティアだと思う。ティアドロップです。ちょっとナス型でこうちょっとこう垂れ下がってるような感じなんですね。ギリギリ下がってない、下がってないように見えますけどねじゃあスクエアということです、はい、スクエアのツーブリッジか、はい、これ結構でも何気にかけこなせます。でもこれもやっぱりちょっとカーブがあるんで球面です。であとこれもなんかもう色がねハッピーだったんで、もうちょっとついつい入れたという色、ハッピーですね。ハッピーなんですよ、これほんと可愛いですね、うん、まあ本当はまあ女性なんだと思うんですけど、男性がかけるとダメかな、ちょっと夜の、まあ、いけないことはないと思うんですけどね。そう、でも女性ですね、これは女性です。うん、そうですね。でやっぱここもやっぱみくりのすごいポップなね色合いの生地で、なんでこの辺りはやっぱりみくりは大好きなんで、ただ全部この辺り、基本球面です。でこれユーズドですけど、これ非球面もともと入れてたんで、そうするとこのぐらいこう開いちゃう、本来だったらこのぐらいになってますね。カーブしてますね。カーブしてるんで入れられなくはないんですけど、やっぱカーブか球面ですね、はい、まあもっともっといろいろとみくりもありますんで、ちょっとこちら、はい、まあ、移動しまして、またこの辺りもありますんで、またどうぞ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 、じゃあ以上になります。